日光観光バス株式会社は東京都品川区に本社を置く観光バス事業者である。2005年から2012年まで J ・コーチグループに参加していた53から60人の大型バスによる運行が中心で定期送迎や乗務員派遣なども行っている。車体に手塚治虫がデザインしたカンガルーがあしらわれカンガルーバスとして運行している。もとは 東京都を中心にハイヤータクシーを運行する日本交通株式会社の観光バス部門であったが、2005年になって独立したものであり現在は同社とは資本関係を有さず2012年4月には岡山県を中心にバス軌道事業を展開している両備内グループ参加となっているハイヤータクシーに関しては日本交通を参照 イスズガーラ HD、大型貸切バスは53人乗りのスーパーハイデッカー533両、ハイデッカー53が21両、57人乗りのハイデッカー579両、60人乗りのハイデッカー68両の4タイプ41両が、その他企業用送迎バスが中型1両、マイクロ8両在籍しており、全50両を保有する。 また、2021年4月より、両備えバスから、ドリームスリーパー、東京大阪号専用車が転入、ハイグレード貸し切り車、グレーズドリーマーとして、運行開始した。大型貸し切り車の最近の導入傾向としては、ハイデッカー57のサロンタイプが主流となってきている。親会社の両備え HD が、岡山三菱不装自動車販売の持ち株会社でも、あり、 大型貸し切り車においては、原則的に三菱不走車にて代替更新をしている。保有メーカーは三菱不走のほか、日野、椅子鈴、トヨタ、日産である。また、過去にはヒュンダイも在籍したが売却された。なお、保有する車両の中には、親会社の両ソナ HD から転籍した車両も存在し、一方で両ソナ HD 傘下の系列会社へ移籍されていく。 車両もある1980年頃のカンガルーバス1993年頃の桜吹雪バス。ありがとうございます。